ポンペオバトーニによる肖像画。第5代シャフツベリ伯爵アントニーアシュリー・クーパーはイギリスの貴族。第4代シャフツベリ伯爵アントニーアシュリー・クーパーとメアリーヴ・ブーベリーの長男として1761年9月17日に生まれ20日に成城寺ハノーバースクエア協会で洗礼を受けた。1771年5月27日に父が死去すると シャフツベリ白爵の尺位を継承した。ウィンチェスターカレッジで教育を受け、1779年2月6日に、オックスフォード大学、クライストチャーチに入学した。1785年2月3日、王立教会フェローに選出された。1786年7月17日、バーバラウェーブと結婚、一条を受けた。1811年5月14日に、 ロンドンで通風により、病死、娘しか儲けなかったため弟、クロプリーが借位を継承した。ありがとうございます。